旧優生保護法をめぐり、最高裁判所が国に賠償を命じる判決を出したことを受け、岸田総理大臣は真摯に反省をし、心から深くお詫びを申し上げると謝罪しました。旧優生保護法の規定を、えー、憲法を違反とした上でえで、ー、国家賠償法上の、えー、違法を認める判決が言い渡されたことを、えー、重く受け止めております。 まあ政府としても旧優生保護法を執行していた立場から真摯に反省をし、心から深くお詫びを申し上げる次第です。岸田総理大臣は先ほどこのように話し、旧優生保護法の被害者に対し謝罪しました。その上で私自ら皆様にお会いして反省とお詫びの言葉を直接伝えたいと話しました。 面会については、今月中に行うべく調整しているということです。